はい、こちらが本日のおやつ候補でございます。左がシェアして食べるプチエクレア、パンにチョコが乗ったようなものですね。こちらがアイスの実梨味でございます。おじいちゃん、どっちがいいですか？どっちもいいなどっちもいいな。お好きな方は？アイスクか。アイスの実、うん、じゃあどっちですか？取ってください、手に取ってください。はい、はい、あ、ダメ、潰しちゃダメ、潰しちゃダメ、潰しちゃダメ。コロコロしてるの、コロコロしてるの、コロコロしてるの、うん、じゃあアイスの実を食べましょう。はい、さあ食べましょうか。どうぞ。アイスボール、うん、うまいじゃん。うまいでしょ、うん、うまいんだよこれ。一番人気な味もこれ残り1個だったのよ。桶狭間見ていい？いいよ、うん、すまんね。キヨス、暑いな今日。これ何、埋めたのかよ。埋めたもんな。埋めて残ってるってこと。じゃあ城を再現してんだろ。城再現だから城があったところを凝ってるで。うん、こっち食べる。1キロ四方。じいさん、え、こっち食べる。こっちは、こっちで、こっちはいらない、うん、オッケー。気をっすよ。気が向いたら食べてよ、じゃあこれ。これも美味しいから。何入ってる？無理せず、これ、ね、これは、あんこ。パンの中に、パンね。パン、パン、なんかすごい薄いパン、薄いパンの上、これチョコレートで、中にクリームがカスタードが入ってるの。いいよ、一口食べてダメだったら俺食うから。冷たいな。うん、冷やしといて。あんましか。これ好みじゃないな。じいちゃん好みではない、うん、じいちゃんのチョイスが合ってたってことだな、じゃあ。どっちかとはこっちの方がうまい。なあ、うん、こっちは美味しい。いやー、なるほどね、ロがあったんだ。あんな鍛冶屋じゃないんだ。うん、鍛冶屋っていうのは。鍛冶屋見たことあんの？いや、あるよ。あんの？あるよ。刀作ってるところ？うん。へぇ、田舎でやってんだよ。へぇ、昔の。どんなとこなの？うん、俺は中学生上ぐらいの時。うん、ああやって火を起こして、うん、鉄の棒やってて、カン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 やって、うん、トントンだって向こうの、こっちがハサミで、熱いからハサミで挟んでよ、うん、あれで相手が相手よ、
叩いて。もっともっとぐっくりとはない。ねっくりじゃなくて。あんな、あそこ火の玉がポンポン飛んでくるよ。はぁ、じゃあもうあんなこう腕まくって抑えらんないんだ。うん。なんか布とかやって。暑いから。あぁ。鉄鋼っていうのをこうやってる。あぁ、なるほどね。うん、じゃあもう半袖でやってるなんてありえないんだ。ないよ。イメージはそうだもん。その、うん、俺ら見たことないからさ、うん、さ半袖で屈強なやつがさ、こうやってカン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 上上半身裸とかでやってるイメージだもん。暑、うん、いなんて言ってらんねえんだ。言ってらんねえよな。まあそうだな。作んなきゃいけないわけだからな。でもじいちゃんが中学生の時の刀は必要ないでしょ。刀は必要ないよ。もちろんね、まあね、必要ないけどやってたんだ。結局頼まれりゃ作んなくちゃいけないから、鍛冶屋さんは。ああ、日本刀な、うん、何に使うのだって。まあ飾りだよ。ああ、なるほどね、うん、もうあの時代はな。あ、だからその技をこう継承してった人がやってたわけだ、うん、そう。じいちゃん家であったっけ、うん、じいちゃん家の田舎あったっけ。田舎あんだよ。日本刀生まれよ。違う違う違う、田舎はあるだろうけど、田舎によ、日本刀。日本刀あったよ。あったよね、うん、廊下のところにあった気するな。廊下今廊下、廊下か、うん、一般鞘に入ったやつが。そういうに入ってんだよ。うん、あった気がするな、うん、俺なんかめっちゃちっちゃい頃だって行ったの。そう、小学生、じいちゃんと二人で行って。小学生はでも、もっと大きくなってもう行ったんだよね。行かねえか、中学の時行ったっけな、うんうん、俺は覚えはねえよ。あの今要するにいろりのあるところにこんな太い欅の大木があったろ。真っ黒くなっちゃい、すす。いや覚えてない。いろりは覚えてるけど、いろりのところにこうかまどがあって、リビングの前だろ、玄関と間ぐらいのところだろ、うん、そうそう、うん、2つあったんだ日本。へえ、 あそこに木があったんだ、うん、うん、ヒノキの木ね。ヒノキって硬い木はあんだよ。あ、うん、それと床柱があったんだよ。床柱、それ何の意味があったの、うん、要するに家を支えておったんだよ。ああ、なるほどね、うん、あ、じゃあ補強して、うん、もうそれいらなくなったとか。昔のもそのものも捨てないで、それを利用しただけだよ。はい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 、うん、なるほどね。ひなわ銃もあったしな。家に、うん、ひなわ銃。それでもあれだろ、飾りだろ、それも。飾りっていうか、ただ、戦争、大体のもので送られてきてるから、ただあれだけだよ。ああ、そのじいちゃんの先祖の、うん、うん。そうだよな、信長と言ったのは火縄銃だからな。うちの本家だから、うちはよ。ああ。で、部落はみんな分家になってるんだから。あ、もう縁が遠くなってるから分かんないけどな。じいちゃんほら一個食べな。ひなわ銃な、うん、撃ったことあんの、うん、撃ったことあんの、うん、ないない。じいちゃん拳銃は、拳銃はない。ないんだ、うん、うちにもな。じいちゃん撃ったことあんの。あるよ。あ、あんの。あるさ、兵隊ってんの。はあ、まあそっか、訓練中か、うん、中国行ったから。
はいはいはい、満州な。うん、満州で。なるほどね。反動すごいでしょって。兵隊だってやっぱり拳銃使うからな。反動がすごいでしょ、反動が。こういう。こんな、お話に出てるような反動はないな。へぇ。なんと、ここは来るけどもよ。そんな体がない。あ、パーンとなることはないんだ。そんなことはない。じいちゃんが力もあったからじゃない、うん、そんぐらいで済んだのは。だからこうやってダンってやってると、うん、こうやって来るだけだ。すごいな。それこそ変な話、人に向かって撃ったこととかあるわけ？人に向かっては撃てねえさ。ああ。それはできないよ。戦争の時も別にそういうのやってないから、ね。戦争の時だってできないよ。まあな。そういう、あの、藁人形を作っては、やったけども。はあ、なる訓練としてね。そう。はい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 。うん、今ずっと気候向かって気候向かって打つなんてことは絶対やっちゃいけない。聞こうと思ってた今、聞いても大丈夫かなと思ってたけど今。なるほどね、訓練でね。それこそ、さすがにでも刀は戦争の時とかも使ってないもんね。刀はないよ。もう拳銃だよな、それは。戦争の時は刀なんて、普通の人は持てないもんだって、刀なんて。まあそうだろうな。なんて腰をこうなんてやったら疲れちゃってできやしないよ。戦い？うん、ただ手でこうやってやるだけだよ。まあイメージとやっぱ違うからな、うん、刀作るのはな。六角朝倉織田。六角市、そして福井県地前ですね。すごいよなぁ。じいちゃんあんま歴史好きじゃねえか。信長とかさ、今川義元とかそういうのあんま好きじゃねえか。分かんねえな。美濃な。なんちゃら道山、斎藤道山か。歴史ってのはあんまり好きじゃなかったんだな。なんで？覚えること多いから。俺も歴史は苦手だったの。俺はもう数学だな、一番得意だったのは。だから慶応入るときさ、国語、英語、数学の三教科で行ったわけよ。高校からだからさ。だからもう。あんた英語ダメだったのよ。ん？英語じゃない、俺国語がダメだったんだよ。まあ英語は兄貴に比べたら全然ダメだけど。そう、数学がよくできて。あ、そう。そう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 。国語は難しかったな、なんか。お前が試験終わったと呼び出されてな、俺が。うん。学校よく行ったじゃん、俺。え？お前高校の時行ったべよ。呼び出されてどういうこと？なあ、先生に呼び出され、落第したからや。あ、留年ね。留年してた？あ、そっか。うん、じいちゃん呼び出されたの？呼び出されてて、一回、あの、教室で一緒になったことあったのよ。俺と？うん。あの、勉強してる机に向かってる時に、後ろの方で眺め行ったことがあるんだよ。じいちゃんが？うん、これ、授業受けてて？うん。知らなかった、それは。あんたはどうだ、3回ぐらい呼ばれてるよ。3回も、うん、
なんて先生だったか、女の先生だったか。そうそう、秋元先生だな、うん、すごくいい人だよ。女の先生だった。あの人じゃなかったら俺もう一回多分留年してただろうな。あとアメフトの男の先生が呼ばれて、はい、阿久澤さんな、うん、16だから14年前か。慶応には何回も行ってんのよ。もうその時は80年年好きだって。そうだよな、うん、それは知ってる。そのアメフトの試合とか見に来てるのは知ってるけどさ、うん、だ82歳ぐらい、4歳ぐらいの時来てんだ、うん、申し訳ねえな、うん、ほんとなぁ。慶応行った、入った途端も、勉強できなくなっちゃったかなぁ。中学で入ったけど、新一が、あそこで祐介のアメフトの試合見に行って、あれだろ、最後だったな。うん、国立競技場でな。うん、あの国立競技場じゃなくて、あの競技場で、並木道の。そう。あそこの上から眺めたなぁ、車の中からなぁ、うん、やっと歩いてなあんなボロボロの状態でなぁ、うん、もうだってその次の日か次の日ぐらいだろ、亡くなったの。よく行ったなぁ。だって あれがアメフトの見学の最後だ。最後だなぁ、うん、あれから急にダメになったんだ。チーズバーガー食いたいっつってな、うん、チーズバーガー一口食ってもういいやつって、うん、飯も食えないで。すごいよなぁ。だから親父はあの試合で俺もレギュラーで出てほしかったんだって、うん、俺もレギュラーとして出てほしかったんだって、うん、でも俺も高校1年生だったしさ、うん、はい、アメフト始めたてだったし、うん、全然頑張れてなかったから。新一も何とかしたかったんだけどな。まあなあ、本人はやる気見なきゃダメだわな。あんまり好きじゃねえよなアメフトは。俺はな苦手だったな。ユースケと違うもんな。だけどよく行ったな俺はな。行ったね、この高校、うん、校庭でやるやつ言ってた。じいちゃんが、うん、わけわかんねえとこよく行ったもんだ。アメフトやっててさ、そのベンチみたいなところあるじゃんか、うん、その俺らのチームのさところでさ、うん、でゴフ K さんがみんなこのコート着てるわけよ、うん、あのベンチコートみたいなさ、うん、お母さん方がこういる中で一人さスーツビシッと決めてさ革靴でさグラウンドで立ってるおじいちゃんいるからさ、ピンとした、うん、あじいちゃん来てるなと思ってたけど。そうな、俺の試合も兄貴の試合も来てくれてたもんな。あ、行ったな、よくな、うん、よく行ったよ。もっとも俺も仕事がねえからだから、ね、うん、クリスマスボールも見に行ったしな、うん、一緒にな。か、懐かしいね。懐かしいな。そんなもんあったな、うん。あそこも藪の中、下からずーっと上がってくの大変だった。ほんとだよな、あれ上がったんだもんな、じいちゃんな。昔は、昔ってから俺、2回ぐらいしか行かないよ、あそこは。下ってずーっと上がってきたのは。あとはなんだ、あの、校舎がある、グラウンドがあるとこ。隣だろ、近いところだろ。あの近いところだろ。藪の中、歩いてたんだ。いや、ほんとだよ、よく。え、車で行きましょうとか言われなかった？言われない。バカ野郎たちだな、周りも。マムシナにつってな。あんなとこおじいちゃんが歩いちゃ、歩いていいとこじゃねえんだから、あの。石の階段。車のとこから上がってったこともあるしな。風呂場？うん、風呂があんだろ。あ、シャワールームだろ？うん、シャワー。うん。うん、あそこからこう上がってくるとこあったんだよな。道らち道じゃないんだけど。ああ、あれだ。あの、大学の方だ、それは。うん、あれ、ダメよ。あんなとこおじいちゃんに歩かせた。
すげえな、80歳であそこ上がれんのもすごいな。80なんなかったこれまだ。いや80なってるよもう。84とかでだって14年前なんだから。かあ。すごいね、やっぱじいちゃんおかしいよ。体力が。俺だから覚えてない。兄貴の時だろうな、多分言ってんのは。俺の時来てくれた時は試合の時だからさ。そう、試合だよな。あれだけど。か、知らなかった。ユースキの試合、よく行ったな。行ってたな。あそこのグラウンドでな。あんな汚ねえとこだな。